皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。だ、さあ本日の動画なんですけれども、いや、グリーンファンタジー来ましたね。昨日は水の遊園だったかな。まだ来てるんですけど、確実コラボガチャももう今引く予定はないし、全部が3体ずつ集まっちゃったんでね。属性ガチャも特に今は引く予定はないので、まあ意味なくガチャを引いてもつまんない動画になりそうだなと思っていろいろ考えました。で、思いついたのが、リコちゃん、これまで結構モンストに課金をしてきましたが、運極ガチャゲン、要するにね、一番持っているガチャキャラランキングやっていこうと思います。そうっす。どういうことかっていうと、まあみんなもガチャ引くから分かると思うんだけど、まあ今回の影実コラボで例えてみようか。じゃあ分かりやすく、全部当てるために10万円使ったとしましょう。で、10万円で一番出たキャラクターが何かって話ですよ。100万円で一番出たキャラクターが何かってことですよ。これまでギコちゃんは1億円ほど課金してきましたが、一番ラックが高いガチャゲンは何なのかっていう、そういう話ですよ。はい、それではやっていくさあ、いきなりですけど、今回はランキング10位から発表していこうと思います。さあ、まずは10位、10位はアポロ。はい、これはね、アポロックス、アポロ X もいるから結構高くなってるんだけど、ラック数はなんと706。はい、706でございます。いや、わけわかんない。99で運極だからね、みんなね、99で運極ってことは、少なくとも、7体は運極がいるってことかな。まあ、画面見てると思うんでそんな感じなんですけども、はい、第10位はアポロ X でございました。はい、第9位は何でしょうか。そうです、ランスロット760。これもランスロット X 込み込みパックなんで、通常キャラクターと比べればやっぱり X とかアルファとか、まあいるキャラクターに関しては相対的に多くなっちゃうけど、まあ9位はランスロットですよね。はい、いや、1体当てるのに、ランスロット X1 体当てるのに50万円かかったんですよ。一番最初めちゃめちゃお金かかったんですよ。今となってはトップ10に入ってますよ。めちゃめちゃ当たったってことですね。はい、で、続きまして第8位、第8位はマナ781。これはね、2019年だったかな、2018年だったかな、18がパンドラで2019がマナだったような気もするけど、新春超獣神祭から登場した超獣キャラでございますね。今はどこ行っちゃったんだ。今は多分もう超獣じゃないよね、下手するともう分かんないんだよね。超獣首勢多いからさ、まあ結構古いキャラクターで、初日運極頑張って目指した覚えはあるよ。確かに100万ぐらい買った気がするな、マナ。はい、で、続きまして、7位は同率で2キャラいるんですよね。同時に発表していきましょう。どちらもラックは792、ノアストライク。はい、これが第7位でございますね。ノアも古いよね。ノアは新春超獣神祭のキャラクターではなかったよね、もともとね。普通の超獣神祭かなんかの登場キャラじゃなかったっけ、アニメキャラ。ちょっと覚えてないんだけどさ、新春だったっけ。で、ストライクはもう皆さんご存知、モンスターストライクってゲームの主人公だよ、勇者だよ。最新の新獣神化のゴッドストライクは一回死んじゃったんだよね。獣神化下位の状態で命を落として転生して別の世界で生まれ変わったのが新獣神化のストライクじゃなかったっけ、確か設定的には。なんかね、やっぱ歴史を感じるよね。昔からオープニングで使われてた覚えあるもん、ストライク。ちなみに一番最初の方のストライクの画像はこんな感じ、ちょっとダサい。バッ。で、続きまして第6位の発表でござんす。はい、第6位は卑弥呼797。卑弥呼もね、めちゃめちゃでも最近もすっかり使わなくなったって言ったらだけど、未開でちょっと使うぐらいか。卑弥呼重心化、卑弥呼もいつかは新獣進化するんだろうけど、まあ全キャラね。
ちょっとまた化けてほしいよね。こいつキラー持ってるから基本的に強いじゃん。確かキラー持ってたよね。うん、なんかね、尖ってるキャラクターで限定でみたいな、当時すごい人気あったような覚えはあるんだよね。懐かしいな、ひみこ。もう一度ひみこの時代来てほしいですね。友情コンボで別にモンストってさ、時代築けるからさ。今回のルシファー重心化会がまさしくそうじゃん。友情コンボが強ければ OK なんですよ。ルシファーみたいな強さ持ってほしいね。まあ無理かもしれないけど。はい、続きまして第5位。第5位は、ルシファー891。はい、噂をすればってやつですね。ルシファーもね、これは新春超獣神祭で初登場だったかな、ちょっと覚えてないんだけど、これもめちゃめちゃ古い。2015年2016年、すっげー昔からルシファーっているよね、なんだかんだ言ったって。なんならルシファーって古いキャラだから、エヴァンゲリオンの渚カオルともコラボしてるから、カオルシファーみたいなキャラクターも昔いたんだよね。今となってはもう捕まんけど、まあ今はもう本当にルシファーって言ったら獣神化界、獣神化界か、最強キャラクターだからね。とりあえずルシファー1体持ってればランク上げもできるし、集会もできる。ルシファー以外何でもいいみたいな。本当に一強の時代だよね。友情コンボで壊してる、そんな最高のキャラクターですね。そんなルシファーは891でした。続きまして第4位。第4位はガブリエル908。はい、ガブリエルもルシファーも同じこと言えるんだけど、そうだね、ガブリエルも新春超獣神祭だね。カムイと一緒に登場したやつだよ。そうそう、最初はね、放電だったっけ、電撃だったっけ、そう忘れたけど、めちゃめちゃ感動的だったよね。覇者の塔で強かったんだよ、めちゃくちゃ。だし、エデンでもね、初日使ってる人多かったんじゃないですか、ガブリエル。今でも使えるんだけど、なんかルシファーほどのパンチはないよね、やっぱり。どうしても全てルシファーに持ってかれてる感はあるけど、まあ縁の下の力持ちと言いますか、使えるところは使える。でもそこまではガブリエル使わないかな、ぶっちゃけ今。実際ギコちゃんが使ってない。別にガブリエル使えるところルシファーでよかったりするからね、そんな超高難度じゃない限りはね。まあそんなガブリエルでございますが、お正月バージョンもあったりして、なんか愛されてるキャラクターですよね。じゃあこっからは1,2,3 金賞銀賞銅賞でございますよ。じゃあまずは銅賞第3位から発表していきたいと思います。第3位はノストラダムス925。こいつはね、これも覚えてるよ、新春だよね、これ確かね。ノストラダムス、いまだにノストラダムスのファンは根強くいるんで、あんまり辛口なことは言えない。言うと俺が、辛口に批判されちゃうから。ノストラダムス実際強かったよね。強かったし、アニメでも結構展開してたし、お正月バージョンもいるし、キャラクターとしてはね、めちゃめちゃ魅力的なキャラクターだけど、今使うかって言ったら全く使わない。もう多分ゼロに等しい。無理やりね、ノストラダムス好きだから使ってるよって人はいるかもしれないけど、基本的にもう使わなくてもいいキャラクターになり下がってしまってるから、まあまたね、進化形態が発表されたらまたトップに躍り出てくるんじゃないかなとは思う。スピードアップとかも持ってたっけか。第3位はノストラダムスラック925でございました。はい、じゃあ続きまして銀賞第2位。第2位は何だと思いますか。そうです、カムイ993。まあこれカムイはイフシリーズ、まあアルファだね、アルファ込みなんで993って感じになってますね。なんで俺カムイアルファイフの方が4体運極なのかが全然わかんないんだよね。俺こんなに運極にするほど引いたっけなと思って、引いてないと思うんだよね。なんか自分のボックス見て、あれなんかちょっと気持ち悪いなってちょっと思っちゃったんだよね、あの自分のボックスなんだけど。なんでこんなに運極作って意味ないのにね。まあそんな感じですね。はい、2位はカムイ993。カムイはねもう最悪ですよ。今回重心化回だっけしたの、だけど、一番残念って言われてて、ストライクショットで雷切りだっけでぶった切るのがまた演出良かったんだよ。敵が真っ二つなんだよ、ズバンっつってストライクショットで倒すと、それがまたね良くて、か
ナンだっけ最初使ったの、一番強かったの。カナンで使った時も最後ボスがやられる時、カナンが死ぬ時に真っ二つになるっていう、これもまたね使っててスカッとする瞬間だったりするんだけど、それがなぜか剣持ってんだけど剣がどっか行っちゃって殴りで敵が吹っ飛ぶっていう、なんとも言えない、うん、なんか演出上でも微妙になっちゃったっていう、うん、評価はちょっと下がっちゃってるよね。新獣進化でちょっとね、評価取り戻してほしいですね。亀井さんよろしくお願いします。さあそして第1位金賞ですよ。金賞の第1位はパンドラ楽1029。ここで大台4桁まさかの4桁ってことはだよ、10体以上は運極がいるってことだよね。うん、10体でラック990だからね。うん、だからカムイもアルファ込みで言ったら10体はいるのか。いやーパンドラ覚えてるよ俺、下髭さんがさ横にいてさ、動画だった気がするな、配信じゃなくてパンドラに関しては。引いて引いてで、下ちゃんに初期やってもらって、行ったりて正の字でさ出たよみたいな感じでやってもらったような気もする。確かそれがパンドラだったような覚えがある。パンドラはいろいろ評価良かったよね。うん、進化の反射の方は、まあ、どっちも反射か、進化の方は SS がさ不思議な SS だったよね。うん、箱投げるやつあれさ全部状態異常っつってさ、向いてる方向ってまっすぐかと思ったら向いてる方向全部だったんだよね。うん、だからほとんどの敵に当たるっていう、あれはね驚異的だったし、パンドラの神化の方は友情コンボすごい強かったよね。敵の HP 当時で言うとそんな高くないから、パラララみたいな、うん、こんな気持ちいいことあるみたいな、それぐらいパンドラは時代を作ったんですけど、まあちょっと重心化あたりからちょっとあれってなったよね。重心化はそこまで評価されなかった正直。うん、時代を作ったかって言ったら作ってない。だから重心化界はまだだよね多分な。重心化界、新重心化で新たなパンドラの時代来ることをギコちゃんは祈ってます。ということでまとめていきましょう。第10位アポロ706、第9位ランスロット760、第8位マナ781、第7位ノアストライク792、第6位ヒミコ797、第5位ルシファ891、第4位ガブリエル908、第3位ノストラダムス925、第2位カムイ993、第1位パンドラ1029でした。みんなもね、ガチャゲンだけじゃなくて一面作ってる人とかいるから、別に、まあ、例えばだけどヤマトタケル一面作ってみたとかに比べたら正直1位のパンドラすら霞む。うん、そこはご容赦ください。めちゃめちゃ霞むけどご容赦ください。はい、そんな感じで、まあ、今年2023年もモンストがっつり楽しませていただきましたんで、なんならなぜかあんだけ運営のアンチしてるのに公式に呼ばれるっていうとんでもない事態も発生した2023でしたが、2024年はねまたちょっとね、今年以上に、いろんなね楽しい企画考えてね、発信できればなと思っておりますっていうのと、あんまり人を傷つけるようなことをするのは良くないかなっていう、もう俺も40歳になるし来年、うん、40歳だよ。40歳になったらね、もう少しは大人になってもいいんじゃないって思わないね。うん、40ってお兄さんじゃないよ、おじさんだよ。うん、でなんだったら、人によっては60代で亡くなるからね男性って。うん、遅くとも70代じゃないの今時代的にはね。まあ100年とか言われてるけど100歳まで生きてる人ってほとんどいないと思うから、うん、そう考えたらもう40歳のキコちゃんは、もう半分以上は人生はもう終わってる可能性は高いんで、そんな折り返してる人間だからちょっと人に優しく今までよりも来年は優しくソフトタッチで、燃やしていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上ギコちゃんでした。バイ。 Thank you.